ビギリビギリビギリレッツゴーレーシックボーイ。スーパー GT2021 シーズン体制発表、ホンダ日産について今日はトヨタが体制発表を行いました。まず発表します。カーナンバー14番エネオス X プライム GR スーパー、こちらはもうスポンサーがアコースかエネオスに変わったルーキーレーシングです。ドライバーは大島カジア、去年と変わりません。山下健太選手が2年ぶりに GT がフル参戦復帰を果たします。で2019年のチャンピオンコンビです。でカーナンバー19番、ウェッツスポーツアドバン GR スーパー、こちら去年と変わりません。クレイモという選手、宮田智選手、タイヤ横浜タイヤです。カーナンバー36番 AU トモス GR スーパー、こちらは関内選手は変わりません。で大将選手はルーキーレーシングから移籍してトムスに移籍カートムスに移籍します。でカーナンバー37番キーパートモス GR スーパー、こちらは平川亮選手は去年と変わりません。でサッシャフェンスター選手が36号車から移籍をします。カーナンバー38番ゼントセルモ GR スーパー、こちらは去年と変わらず立川雄二選手、石浦博明選手。カーナンバー39番デンソープエクサード GR スーパー、こちらも去年と変わりません。平木小原愛蓮選手、中山雄一選手です。で以下6台中3台がドライバーラインナップ変更となりました。まあ去年残り 400m チャンピオンを逃しただけあって、今年は是が非でもチャンピオンを獲得するということですね、トヨタは。はい。でやっぱりキーパートムスはディック・キャシディ選手からサーシャ・フェレス・ラットズ選手に変わってどれくらい速くなるかっていうことと、やっぱりサードも変わらないしゼルモも変わらないしで、大体変わん去年と大まかに変わらないです、ね。まあ今年はコロナの影響でそんなテストもあんまりできなくて、レースはあんまりできなかった、遅れたって開幕したっていうこともあって、あんまりラインナップ変更はなかったですね。以上 GT500 クラスは3メーカーそして全55台発表されましたが、あんまり今年はコロナの影響でそんなにドライバーラインナップの変更あんまなかったですね。はい、開幕まであと残り3ヶ月ちょいとなりますが、どんなレースとなるシーズンレースとなっていくんでしょうか。楽しみです。以上です。